廃炉まで44年です。東京電力は今日、福島第二原発について廃炉の作業工程や期間を示した廃炉計画の認可を国に申請しました。東京電力は去年7月、震災後に運転を停止している福島第二原発4基すべての廃炉を決め、廃炉計画の作成を進めていました。その計画がまとまり、東京電力は今日、原子力規制委員会に対し計画の認可を申請したことを明らかにしました。計画書では作業工程を4つの段階に分け、解体工事の準備に10年、廃炉作業が終わるまでの期間は通常30年ほどのところ、第一原発の廃炉作業を並行して行うため44年かかるとしています。また第二原発内に残るおよそ9500体の使用済み燃料については、廃炉が完了するまでにすべて県外の再処理施設に搬出する予定です。第二原発の廃炉にかかる費用はおよそ4100億円で、東京電力は国の認可が得られれば計画を進めることにしています。